時間が来ましたかね、時刻が2時半を回ったところでございます。なんか賑やかな音楽流れてきたよ。そうなんです、多分これ始まったっていう音楽だと思いますけれども、当たるわ、はい、ここからこの時間、東京2020パラリンピック金メダリスト石下美里選手のトークショーを行います。拍手お願いします。始めますよ。さあ、今日は一つ行われております2022沖縄トヨタフルラインアップフェスティバル、はい、皆さんお楽しみいただいているでしょうか。この時間はですね、トークコーナー、トークショーを行っていきたいと思います。はい、ね、先ほどから言ってますけども、金メダリストですよ。そうなんです、はい、パラリンピックのマラソン金メダリスト道下選手が来てくれる予定です、うん、来てくるよ、大丈夫よ。いや本当ドキドキしてます。本当に来てくれるのかなって、あの期待するのはさ、うん、やっぱメダルかけてくるのか来ないのか。なるほどね、ちょっと期待するよね、気になるところがありますよね、うん、さあそしてですね、はい、今日は、うん、まあ僕ら今日司会やってます、お笑い芸人の知念田慎一郎と、あ、ヤギの汁、ヤギの汁、はい、あのお笑い芸人とヤギ2人じゃ、うん、道下さんとトークできないだろうと。でスポーツあんまり分からんからね、僕らね格が違うと、まっすぐそうね、あ、だから世界一の人だからね。そうなんです、だから今日はですね、うん、心強い助っ人をお呼びしました。おアスリートの助っ人をお呼びいたしました。はい、ご紹介しましょう。現在は沖縄トヨタ自動車の社員さんですけれども、うん、もう元バスケットボール女子日本代表の久手堅恵美さん来ていただきました。大きな拍手お願いします。拍手、はい、よろしくお願いします。お願いします。心来たじゃないですか、はい、もうお腹いっぱいですよ。いやそうだってね、元バスケットボール女子日本代表で、はい、もう活躍されて、日本代表としては2011年からでしたっけ。11年からね、はい、日本代表として活躍されておりました久手堅さんに来てもらって、あの本当僕らだけじゃ不安なんですよ道下さんの話聞くの。確かに、だからちょっとこう同じアスリート目線から助けてもらえたらなと、はい、思いますので、はい、でも死に豪華だね、はい、道下さんと久手堅さんと今日と明日で分ければよかったんじゃないの一緒に出すって今日だけなんです、これがお客様、今日だけなんですよ、まあ、それほどこちらでねスポーツアプリできないから、そうそうそう、本物の方に ね、お話聞こうと思って。そうでも今ねご紹介もしましたけども、うん、久手堅さんは現在トヨタの社員さんということで、はい、どういうことをされてるんですかトヨタさんでは。はい、主にバスケットボールを通した社会貢献活活動と、あとはあの学校の方に、行ってですね、講演活動などを行っています。あ、車を売ったり作ったりではなくて、車を売ったり、そうですね、売ったり作ったりはちょっと、はい、いろんな広い範囲でお仕事されてるんですね、トヨタさんってね、はい、その中で売れればいいかなと。まあね、いいですね。あ、ちなみに久手堅さんの好きな車って何ですか。はい、はい、私の好きな車はですね、うん、西側の方ですかね、あっちにある、はい、はい、あるラウンドクルーザーです。あ、わー、いい、かっこいい。ちょっと大きめが好きなので。え、今乗ってるんですか。プラザ、はい、でも4個は4クルーザーはね、めちゃめちゃいいっすもんね。もう安定感がありますね。あ、はい、今日でもこの展示もされてますから、はい、ね、後で皆さんも見てもらいたいなと思います、はい、さあじゃあ久手堅さんをお迎えしての道下さんのトークショー、ね、皆さんお待ちだと思いますので始めていきたいんですが、はいはいはい、あのちょっと汁はさ、はい、もうちょっといいな汁は。え、ね、あの椅子がね、うん、もう椅子、もうマイクも足りなくなるし、なんでか道下さん来たら、あの汁もいいよ、 あっちで草食べといて、あんた草噛んどけ、話しようや、ヤギは草噛んどけ。何でも金メダリストの会えないわいや久手堅さんに会えてもうドキドキだけどさ、うんうん、もうマジで1、2、3、4、あ、道下選手のサポートの方入れたら、あ、よくご存知で、そうそうそう、ちょうどもうここいっぱいいっぱいなんで、何で俺だけ会えないわ。汁はちょっと休んどいて、じゃあ俺の代わりに金メダルもらっといて金メダルもらえないからね、はい
じゃあ昼はちょっとお休みいただいて、はい、あとは僕と久手堅さんに任せてください。これ本当に言ってる名だからね、うん、あ、ごめん、時間がもったいないわけ。ごめん、早く道下さん呼びたいわ。本当だよね。わかる、呼んでからはけていい。その場で来てからバイバイしていい。あ、オッケーオッケー、分かった。一目は会いたい。チャンスだったら触っていい。わかりました、触らないでください。絶対触らないでください。さあ、じゃあ行きましょうか、久手堅さん、はい、早速ですけれども皆さんお待ちかね、ご紹介いたしましょう。本日この会場に来ていただいております、昨年開催された東京2020パラリンピックマラソンで見事金メダルに輝きました道下美里選手の入場です。道下選手お願いします。大きな拍手でお迎えください。どっから来るの。ああ走ってきた走ってきた走ってきた、ああ来た来た、道下さん来た。はいはい、来ていただきました。道下美里選手でございます。そして本日一緒に、伴走でガイドランナー川口めぐみさん、お二人来ていただきました。今一度大きな拍手をお願いします。皆さんこんにちは。ねえ、いやまさか走ってきてくれるとは思わなかったもんですから、元気に走ってくれましたね。はい、すごい元気に登場させていただきました、この音楽が私大好きでして。あ、そうなんですか。はい、やってみようっていうこの音楽が、はい、いや、なんだろう、やたらめったら元気ですね。すいません、めちゃめちゃ元気ですね。すいません、いやいや、ありがたいことですよ。はい、はい、そして川口さんもよろしくお願いします。あ、ちょっと川口さんのマイクが少し調子悪いですかね。マイクの調子お願いします。で、ちょっと道下選手、はい、もしかして今手にキンキラーに輝いているのがありますけど。そうなんです、本当にたくさんの皆さんから応援いただきましたおかげでこの金メダル取ることができました。本当にありがとうございます。汁近いから、汁、ヤギの汁はちょっと休んどいていいから。見たから。分かった分かった、バイバイ。汁はまた後でね、お願いします。いやー、ということでね、金メダルを持ってきていただいて、改めてにはなりますけれども、はい、東京オリンピックでのね、マラソン金メダル、本当におめでとうございます。ありがとうございます。まあ、今日はそのパラリンピックの話であったりとか、いろいろと競技について、そしてプライベートについてお話を伺いたいと思いますので、もう短い時間ですけども今日お願いしますね。よろしくお願いいたします。はい、じゃあもう立ち話もなんですので座りましょう。座ってください皆さん。はい、いや、久手堅さんはお会いするのは初めてですか。はい、初めてですね。はい、そうなんですね。いや、すごいなんか道下さんパワーありますよね。もうちょっと私の登場の元気が足りなかったですね。はい、早くも久手堅さんが反省してるというですね。いや、お互い負けず嫌いなので、多分アスリート。そこは共通するかもしれないですね、はい、アスリート同士ね。はい、じゃあここからはね、いろいろお話を伺っていきたいなと思うんですけれども、まあ、いっぱい聞きたいことはありますが、まあ、まずはちょっとだけ、去年、9ヶ月前になるわけですかね、東京2020パラリンピック、9月のあれが5日 ?9 月の5日にマラソンが行われまして、その中で見事金メダル1位となった道下選手でございますけれども、いや、ざっくり聞きますけど、1位になるって、金メダル取るってどんなお気持ちなんですか。過去に感じたことないぐらいの幸せな気持ちになります、はい、本当に幸せなお顔になってますけど。そうですね、なんかメダルを取って本当にたくさんの人に出会う機会をいただけるんですよね、はいはい、なのでメダルを取った以上にその後の出会いがどんどんつながっていくのが本当に幸せですし、はい、メダル取ってよかったなって最近は実感している毎日です。はい、そうですか。だって本当すごいこと、リオの時で銀メダルでした。そうですね、的にそのもちろん悔しさもあったでしょ、その時は。そうですね、もうゴールして、君が代表彰式で本当は聞くつもりだったんですけれども、はい、流れてこなかったので、その時悔し涙を流しまして、もう翌日から練習ですね。そっから4年、はい、まあ、実質5年になってしまいましたが、はい、それで今度は東京で、はい、君が代を聞けたわけですね。そうですね、うん、もう本当に幸せな時間でした。いや、
これね、同じアスリートとしてクデゲンさんも世界と戦ってきたわけですけども、はい、どうですか今の話聞いて。ちょっと今涙が出そうになりましたね。いや本当に、はいね、私はオリンピックには出れなかったんですけども、うんうん、あのバスケットボール選手として人生で唯一日本一になったことがあるんですけども、はい、ちょっと今それを思い出しました。あ、はい、やっぱねその頂点に立ってる、まあ、そこまでの努力もね、もう想像絶するようなものがあると思いますけども、それを掴み取った時っていうのは嬉しいでしょうね。それはね、過去のことが走馬灯のように君が代を聞きながら流れてきて、なんかもう本当に苦しかった時のことを思い出しながら涙がボロボロと、いやなんか今話してもそうなんですけど、道下選手ってねすごい笑顔が印象的、いつもなんか笑顔な感じするんですけど、それえ、はい、やっぱ悔しくて涙流すこともあるんですか。はい、結構ねありますよね。そうです、隣でいろんな表情を私の見ているのでですね。そうですよね、はいはい、田口さんもねそう一緒にいろんな景色を、ね、体感してきたわけですからね、はい、あの今回こう沖縄でのこのフルラインアップフェスティバルなんですけど、はい、沖縄は結構いらしたりしてるんですか。そうですね、過去に沖縄マラソンだったり、はいはいはい、以前ありました南部トリムマラソンっていうのに出場したことがありまして、はい、あ、そうなんですね、はい、そうなんです。じゃあ沖縄は何度も走ってらっしゃるんだ。はい、そうですね、はい、大好きな土地です。あ、そうですか、はい、いやそう言ってもらえるとねすごい僕らも嬉しいですけれども、はい、で、まあ去年そうやって金メダルに輝いた道下さんでございますが、これ、まあね、皆さんもテレビなんかでご覧になったと思うんですけど、この道下さんがマラソンを走られる時っていうのはさっきからね隣で本当に優しくなんか優しいオーラを放ってる川口さん、こうやって、ガイドランナーの方伴走者の方と一緒に走られるわけですよね。そうですね、ね、はい、うん、これ実際フルマラソンの時は、お二人の伴走者、2人まで大丈夫です。あ、なんか、はい、そういうルールなんですね。前半と後半2人までつける、うん、伴走者をつけることができるというルールになっていまして、ちなみに今ロープあるかな。あ、これ、はいはい、これが東京大会の時に使ってたロープなんですけども、実際の、はいはい、直径50センチぐらいでつながれたロープで、うん、この玉と玉の間は触ってはいけないというルールがありまして。そうなんですか。はい、なので、うん、明らかに伴走者の方が引っ張っているっていう行為は助力として判断されて失格になる可能性があったり、ゴールの時は伴走者が前にもし先行してゴールしてしまったら私は失格になってしまうような、なのであくまでも伴走者は目の役割ということで、時計を見たりとかタイム計測を、時計を見たり、あと給水とかですね、はい、のサポートをしたりとか。じゃあ本当に2人息を合わせて一緒に走らないといけないわけですね。そうですね。川口さん、伴走してガイドランナーとしてのやっぱ難しさみたいなところもあるんですか。そうですね、最初は本当道下さんと初めて走った時は本当なんて声をかけていいか分からずに、もう全身筋肉痛になるぐらいもう固まって全然伴走できなかったんですけど、こう普段と練習を重ねていくうちにどんどんこう道下さんとのその距離感っていうのが分かってきて、今は自然体で走れるようになりました。これってフルマラソン走ってる時に会話とかないですよね、あるんですか、2人走りながら。会話というか、レース前に私がどういうプランで走りたいっていうのを、まあ、東京大会だと4分17から4分23ぐらいのペースでずっと刻みたいって言って最初にもう伝えていて、でそれをもうレースプランとかも一応もう練習の中でシミュレーションしているので、はい、レース中私はほぼ喋りません。でも彼女はずっと喋っているような感じですね。あ、そうか、はい、ずっとこうあのじゃあ情報を話してるって感じですか。例えば、マラソンだと、まあ、5キロのラップタイムを道下さんに伝えて、そこから設定したタイムよりも何秒速いのか遅いのかっていうのをプラスマイナスで道下さんに伝えるっていう
作業をして、タイムだったらそうですし、足元の路面のデコボコだったりカーブも私は分からないので。そうか、はい、なので足元デコボコとか右曲がります、右右右、はいっていうような感じでカーブの始めと終わりを必ず伝えるとかですね。あの、だからそうですね、フルマラソンだとやっぱ外を走るわけですから、はい、道がどうなってるかとか微妙な ね、 そうですね、変化もあるでしょうし、マンホールとかだと、はい、足元滑らしてしまう可能性とかもあったりするので、はい、伝えてもらったりだとかですね。へー、あー、いや、これクデケンさん同じアスリートでありますけども、まあ、競技が全く違うんでね、はい、それぞれ感じ方も違うでしょうけど、どうですか今の話聞いて。いや、なんかこのオリンピックを見る前に、うん、もっとこの話を聞いて、うん、よりこう知識を深めて見るとなんかもっともっと楽しめたのかなっていう。そうですよね、思いますね、はい。まあ、今日もそうですけど、皆さんにこのパラリンピックのパラ競技こういうルールなんだよとかもっと知ってもらうとより楽しめるでしょうね、道下さん。そうですね、うん、やっぱ選手、パラリンピックの選手って人生ドラマかなり持ってまして、やっぱ一度挫折を必ず経験して這い上がっていたりとかするので、そういうこともあの頭に入っておくとより楽しさが増したりするのかなと思いますね。道下さんは、はい、そのマラソンを始めたのって、はい、どれくらいからなんですか。そうですね、マラソンは31歳、30過ぎからですね。はい、え、遅い。はい、私45歳です。今45歳。45歳。え、あの、全然平気に年齢はカミングアウトするわけですね。あ、全然、はい、あの、子供はまだいません。はい、いや、でも全然見えないですけども。ご出身が山口県ご出身って聞いたんですけど、はい、そうですね、その元々は別のじゃスポーツとかやってたんですか。いえ、全然スポーツは得意ではない感じの子でしたね。はい、それで、はい、マラソンを始めて、はい、そうですね、31歳で始めて、はい、この世界の頂点にたどり着くって、はい、あの、どうやったらできるんですかそれは。いや、まあ簡単に言えば諦めなければ、はい、どんなタイムであろうが続ける。毎日毎日とりあえず続ける。でもまあ毎日続けるのが大変なんですけどね。いや、そうですよね、年齢を重ねるとですね、体の節々がいろいろきますのでですね。はい、はい、これちょもうちょっとだけ聞きたいのは、はい、実際普段トレーニングっていうのは、はい、もうとにかく走るんですか。まあ、走るのはもちろんなんですけれども、はい、まあ、ウェイトトレーニングだったり、うん、ヨガをしていたりとかですね、うんうん、そういったのも最近はヨガもやっています。はい、へえ、そうですね。あ、じゃあ走り込むだけじゃなくて、うん、もういろいろ体を作ったりまたリラックスさせたりとか、うん、いろんなことやってらっしゃるんですね。はい、やっぱり年齢とともにいろんなことをやりながらですね、うんうん、はい。おー、普段の練習の時に、はい、このガイドランナーである川口さんが一緒にっていうことももちろんあるわけですよ。そうですね、うん、平日の午前中道下さんと今は週3回一緒にトレーニングをしています、うんうんうん。いや、だって練習って、はい、ブレケンさん練習ってやっぱきついでしょ。どんなスポーツでもきついですけど、きついとは言いたくないですね。あ、かっこいい、かっこいい。きついとは言いたくない。言いたくない。だってそこら辺が負けず嫌いなんですかね。あ、きついって言ってしまうときつくなるので。なるほど。道さんどうですか今のは。そうですね、まあ、私きついと言いながらがやっちゃうという、まあ、ちょっと質は違うかもしれないですね。出ますよね。電話するんですけどね。で、はい、練習しながら、はい、きついなーとか、あ、違う。でも分かります、すごく分かります。はい、で結構言うことで自分を奮い立たせるみたいなのも、あ、そうかもしれないです、はい、あるのかもしれないですね、はい、意外と練習前はそういうこと言っていて、うん、練習に入ったら切り替えてやりますね、はい、なんか私練習前に必ずできる、やれる、やってやる、今日は絶対できる、そんな感じでなんかやってるので、それ実際口に出したりもするわけですか。トイレの中で私唱えてるんですけど、川口さん聞こえてないですよね。練習の走ってる時に言ってます。漏れてる。出てるって。出てます。すいません。漏れてるって。ごめんなさい。気をつけます。ああ、そうなんですね。でもまあ
ねえ、まあ、アスリートだけじゃないですけども、どんな仕事であれ、ね、どんな、ね、あの人生であれ、こう日々のやっぱ積み重ねがこう大事な時に出てくるわけですからね。結局レースはですね、はい、どんなコンディションでも走らないといけないですし、本当私たちの競技って365日走ってきて、年に1回ここでレースタイムを出さなきゃいけないみたいな感じなので、その時に出せなければまた365日頑張らないといけないのでなのでですね、積み上げてきたものが大きいだけにですね、絶対出したいって思うので、そのために毎週毎週同じことをやって、必ず日曜日のその時間に絶対出せるように、自分の今のベストが出せるようにっていう練習をしてますね。ちゃんとピンポイントで出せるようにっていう。そうですね、毎週毎週同じことをやりながらピンポイントを合わせる練習を常にしてます。うわー、ちょっとみんなもそうですか。僕今人生頑張ろうって思いましたよ。話聞いてすごいなと思って。すみません、さっきからですね、あのスタッフが、はい、もう一回金メダル見せてくれ、金メダル見せてくれってすごいんですよ、うん、これ、ちょっとね、じゃあお立ちいただいて、はい、改めて金メダルを見せていただいて、はい、これ僕近くで見てもいいですか。あ、ぜひ、よかったら手に触っていいですか。はい、うわ、すごい、やっぱり重たいんだ。はい、ちょっと500ちょいありますね。どうですか、久手堅さん。いいですか。久手堅さんね、せっかく、はい、すごい重いですね。そうですね、すごく重くて、ここまで分厚いとは思わなかったです。これもリサイクル金属でできていてですね、はい、皆さんがお持ちの携帯電話とかパソコンとかから売られた、はい、金属から作られていて、なので日本の皆さんの思いの積もったメダルです。すごい素敵だね。いや、そのもう手に持った以上の重さを感じますね。そうですね、はい、いや、ありがとうございます。じゃあちょっとまた、はい、口かけていただきまして、どんどん時間がなくなってくるんです。もっといっぱい聞きたいことあるんですけど、この中で会場の皆さんにも今日ね、せっかく沖縄に来てくださったんで、道下さん、沖縄のファンの方、あの方から聞きたいこともあると思うんです。何か質問ある方いらっしゃいますか。で、今日はなんか質問を聞いてくれた方にプレゼントも、はい、これいい、道下さんいいですか。今手渡されました道下さんの本、可能性は無限大というこの本を出版されてるんですね。私の好きな言葉、可能性は無限大、友達がくれた言葉なんですけど、はい、この本は道下さんのこれまでのこととかいろいろ書かれてるんですか。はい、そうですね、生い立ちから、はい、今日これを質問くださった方にもプレゼント、はい、サインを書かせていただいて、すごい、サイン入りでプレゼントさせていただきたいと思います。すごいじゃないですか、はい、そして今日は川口さんの、めぐみさんのサインも一緒に入ってるという。はい、初めて書きました。初めてですよ、はい、めぐみさんが初めて今日スペシャルな本になってます。これいいんですね。じゃあ質問くれた方にはプレゼントということで、はい、受け取っていただければと、はい、じゃあそれを踏まえて今何か聞きたいこと、もう本当時間残りわずかしかないんで、いらっしゃったら、じゃあちょっと奥の女の子からいいですか。奥の、すみません、前の方も女性の方も手を挙げてましたが、一度奥の女の子が早かったんで、ちょっと質問、はい、ちょっと何歳かだけ教えてもらっていいですか。何歳。10歳です。10歳。お名前なんて言うんですか。いえ、大丈夫だ。大城奈々です。奈々さん、はい、質問をじゃあお願いします。疲れることはどうやってなくしていますか。疲れること、はい、あ、疲れることをどうやってなくしていますか。あー、これは、はい、ね、はい、どうでしょう。そうですね、はい、なんで疲れるのかっていうと、あ、すいません、はい、この子は体力がなくて、はい、走った時にちょっと走ると疲れたりするんですよ。なるほど。なのでその疲れを軽減させるにはどういった感じでしてますかっていうことを聞きたいみたいで、はあ、すいません。はい、うん、いかがでしょう。質問ありがとうございます。なんで疲れるかっていうと、そう、毎日しっかり、ちょっと走ってきついなって思う時もあるかもしれないんですけど、そうですね、疲れないように、疲れないようにというか、私は一日の疲れを必ずその日のうちに
取るようにしてるんですね。例えば食事で、はい、走った分しっかり食べる、いろんなものを食べるとか、あと走ってその日睡眠がしっかり取れてないと次の日疲れやすくなっちゃうので、なので1日の睡眠を必ず8時間以上取るようにするとか、そういうふうに疲れないように、で疲れた後は必ず私は温冷浴って言って交代浴、お風呂にしっかり使って次の日リフレッシュできるように、はい、体の血流を良くするみたいなことをしたりするんですよね。でそれで疲れをためないように体の循環を良くしてっていうことをやってるんですね。でもお子さんですもんね、なんかいいアドバイスないですか？いや、私もやはり共通する部分は食事とか、そういう睡眠、お風呂に浸かるとか、本当にもう一番大事なのはそれなのかなっていうのは、はい、思いますね。ちゃんとじゃあしっかり食べて、疲れにくい体もそうですし、疲れた体を回復させてお風呂に入って。ナナさんはどうですか、好き嫌いせずにご飯食べられてる？野菜食べません、この子。あー、いやいや、食べられるようになった方がいいですね。あー、いろいろ、ね、ちょっとすぐお母さんが作っちゃったけども、ね、私もレバー大嫌いだったんですよ、でも走るとやっぱ疲れやすかったりとか出てくるから、なんかレバー食べたらもっと強くなれるよって言われてレバーを食べるようにしたら、そしたらやっぱり強くなれたんですよ。だからもしかしたらお野菜食べたら強くなれるかも、ね、量たまりにくくなるかも、どうした、ナナさんなんか言ったそうですけど大丈夫？ありがとうございます。 ありがとうございました。ありがとうございます。ね、じゃあじゃあ道下さんの本もね、プレゼントよかったら、はい、いますか。いやすごい、でもそうね、いっぱいしっかり食べて疲れにくくなるといいですね。あ、じゃあ直接西田さんから、はい、はい、このプレゼント、はい、ありがとうございます。はい、もう一人ぐらい、じゃあね、前のあの女性の方も早くから手を挙げてくれてたんで、お願いします。はい、お願いします。浦添から来ました。初めてですけど、テレビでは常時見てます。ありがとうございます。トレーニング方法を教えてほしいんですけど、トレーニング方法。はい、トレーニングの方法。走るトレーニングですか？そうです。マラソン走られて。ちょっとだけ興味あるんだけど、やっぱりこういうあれだから。なるほど。これからちょっとじゃあマラソンやりたいみたいな、で初心者の人にどういうトレーニングがいいかなっていうところですかね、そうですね、トレーニング、その何をやりたいかっていうのがもしあれば、ありますか？やっぱ年齢も年齢ですから短いの短いのミニマラソンって言うんですか？ああ、ハーフマラソンとか、そう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 、もっと短いマラソンから始めたい、ね、じゃあまずはまだ走られた、ね、あんまり走られてないってことなので、はい、少しずつ走るとか歩くとかっていうのを定期的に行うようにする、最初はそうかなと思います。なんか最初から走るとかって言って今日は頑張ってじゃあ5キロ走ろうとかって思って意気込んでやっちゃうと結局続かないんですよね。で私も最初2キロ走ることから始めました。で2キロをしっかり走れるようになって、その2キロをちゃんとある程度のリズムで走れるようになったら3キロに伸ばしてみたりとか4キロに伸ばしてみたりとか、あと走って休んで走って休んでみたいなことを、息をあんまり上げずにそういうトレーニングをやったりとかして、長く走れるような練習、長く継続して走れるような体作りっていうのをしっかりやって、徐々に徐々に足作りっていうのをしていって距離を伸ばしていったんですよね。なので最初はとりあえず無理をしないっていうのが大事かもしれないですね。ありがとうございました。すいません。はい、ありがとうございます。徐々に徐々にね、じゃあありがとうございます。はい、すごいです。はい、ありがとうございます。いやー、よかったですね。はい、じゃあ、ぜひついてください。はい、じゃあですね、あと、実は3冊プレゼントいただいてるんですけども、お時間がないということで、欲しいですよね。欲しい人で、じゃんけんしましょうか。で、
じゃあ椅子に座ってる人だけ、椅子に座ってる人、じゃあじゃんけんしましょう。では道下さんとじゃんけんしてもらって、勝った人、残った3名に本をプレゼントしたいと思います。じゃあすいませんね、周り見てる人、じゃあ椅子に座ってる人だけ、じゃあ片手を上げてください、皆さん見えるように、はい。で勝ちだけ残りにしましょう、勝ちだけ残り。じゃあ道下さんいいですか、はい。じゃあ僕の合図でじゃんけんしていきます。最初はグーからいきますよ。最初はグー、はい、じゃんけんパー。パー出ました。チョキだけ、チョキだけ、チョキだけです。チョキ、え、1、2、ちょうど4人、4人いる、4人いる、4人、じゃあ分かりました。4名の方立ってください。立って、はい、4名でじゃんけんしましょう。あ、4名でじゃんけん、ね、その方がいいですね、はい。じゃあ4名の方でいきますよ、はい、3人残りで最初はグー、はい、じゃんけんポン。わ、全員パー、いいですね。トヨタフルラインアップフェスティバル、じゃんけんが盛り上がっております。いいですね。もう一回いきます。せーの、最初はグー、はい、じゃんけんポイ。全員グー。わ、すごい。なんで、もうみんなでなんか LINE とか交代したら仲良しだね。いくよ、最初はグー、はい、じゃんけんポイ。あ、お二人負けは、じゃあグーの二人は勝ち残りで、両サイドのお二人は、はい、お父さんとあのお姉様、両サイドもう一回じゃんけんしましょう、ね、真ん中の二人は勝ちです。いきますよ、最初はグー、はい、じゃんけんポイ。あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。お父さん勝ちだ。じゃあ3名決まりました。どうぞどうぞ前の方に、はい、今決まった3名の皆さん、道下さんから直接プレゼントしてもらってください。じゃあお一人ずつ、はい、お願いします。いやー、まさかここでこんなにじゃんけんで盛り上がるとは思わなかったですね。びっくりです、びっくりですね。白熱しました。はい、でもおめでとうございます。わあ、皆さん本当嬉しそうに、はい、プレゼントを受け取っております。はい、ね、今日はもらえなかった皆さん残念でしたけども、本屋さんで買ってください。はい、おめでとうございます。はい、ということで、なんかもうあっという間のお時間なんですけれども、いやー、楽しいですね、クレケンさんね。楽しいですね、なんか久しぶりにこうアスリートの方とお会いできて、私も嬉しいです、ね。じゃあちょっと道下さん、最後になりますけれども、はい、沖縄の皆さんに一言、はい、メッセージ、特にね、子どもたち、これからスポーツをやりたい子どもたちもいると思うんで、はい、一言メッセージいただけますか。そうですね、はい、はい、じゃあまずは本当沖縄の皆さん、すっごいなんか私沖縄来て元気をたくさんいただきました、ありがとうございます。はい、本当沖縄のパワーをたくさん感じて、今日一日本当に楽しかったです。私目が不自由になって、本当人生なんかこんなことあるのかなって思うぐらい苦しい時期もありました。でも過去は変えられないけど、未来は本当に変えていけるっていうのを本当日々実感しています。自分次第でいくらでも可能性は広がっていく、可能性は無限大なんですよっていうことを本当に改めて実感しているので、皆さんも日々ね、私も45歳ですけれども、まだまだ挑戦を絶やさずにいきたいなと思うので、皆さんも目先の目標に向かってどんどん挑戦して、やってみようの精神で頑張ってください。また沖縄に行きたいと思います。ありがとうございました。道下さんでございました。そして川口さんもありがとうございました。今一度お願いします。そして、あ、ここでなんとプレゼント、あ、プレゼントがあるということで、沖縄トヨタ自動車から何ですか、なんか泡盛り、あ、すごい、すごいプレゼントが、ちょっとせっかくなんで一言、はい、ありがとう、本当に道下さん、川口さん、本当ありがとうございます。今渡したのはですね、あの泡盛は沖縄、本土復帰50周年の記念ボトルの泡盛と、あと、まあ、トヨタ、ブランド、TRD の、レーシングキャップになっております。本当にありがとうございました。
トヨタ自動車野原社長からのプレゼントでございました。ありがとうございます。ということで改めて道下さんとそして川口めぐみさんに大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。いやいやいや本当にねたくさんの拍手に送りながら、はい、ありがとうございました。いや最高でしたね。もう元気しかもらえてないですね。本当ね、道下さんも沖縄で元気もらえたって言ってましたけども、はい、僕らの方がもらった感じしますね。そうですね、ちょっとあの頑張ろうと思いましたね。頑張りましょうこれから、はい、ということで、この時間はですね道下さんのトークショー皆さんお付き合いいただきありがとうございました。そしてですね久手堅さんも本当にこの時間ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。